君、ダンブルフだよね。うむ。だって笑うでしょ、あのダンブルフがだよ、こんなになってるなんてさ、笑うなっていう方が無理。したことがほんの出来心じゃった。期限切れ間近の電子マネーで買った化粧箱を使って遊んでいたのじゃが、そのまま寝落ちしてしまい、目を覚ましたらこのざまじゃ。しかも化粧箱がないから戻れ。じゃあ無理だね、そのままだね。